日産のオッパマの研究所を過ぎて、どっちに向かってるっていうのかな、まあ、横須賀の方に向かってはいるんですが、なんかすごいレンガ構えのクラシカルなトンネルが現れました。ここ来たことはないかな、歩道あるのかな、歩道なさそうですね、なさそうだけど、あるのか、左から山越えできるのかな、トンネル内歩行者優先、うわ細いな、いやこの辺やっぱり来たことないですね。いつも16をバビュッと走っていっちゃうんで、うん、こんな風になってたんですね。また現れましたレンガ作りの、おおおおおお、あ今度は柵がある。確か16号走ってても横須賀の手前ってトンネルいくつか通りますよね。この辺は山なんですかね。第3のトンネルですね。これって本当に古いのかな、なんか何年に作られたとかそういうプレートは見当たらないんだけど、でもレンガで立派ですよね。立派なのはいいけど遅すぎて、これなら車道走ってる方が怖くないかもしれない。はいクリア。なんかふと気になって脇道入ってきてちょっと来てみたんですけど、海上自衛隊船越基地はこちらになります。ここ基地なんだ。あ向こうに潜水艦が見えますね。見えますかね、あっちの方に潜水艦が2隻止まってますね。ついに16号出ちゃいましたね。田浦港町という交差点ですね。16号は右行って岬、観音崎、まあ、横須賀行きはそっちですよね。長浦、左長浦行くとどうなんだろう、なんか真正面に山が見えてるのを感じからすると登ったりするのかな。ちょっと地図見て考えます。やっぱ車で撮ってた時の記憶通りに、やっぱここの横須賀のところは車道はちょっと自転車では走りたくないですね。自転車降りて通行って書いてあるトンネルとそうでないトンネルがあるんですよね。ただいずれにしてもちょっと自転車のすれ違いは厳しいですね。歩行者とのすれ違いも本当に結構大変なんで、なんか出てきたんで終わりかなと思ったらまだでしたね。左に横須賀線が見える。あれでも横須賀駅で出てるぞ。すげえ、横須賀駅到着です。やった、これで神奈川県つながった。横須賀駅を出まして16号折り返してます。家にとりあえず近づきたいんですけど、この横須賀から相模湾側へ出る道っていうのがあんまりなくて、でまあ、三浦半島をご存知の方はあれだと思うんですけど、山を越えなきゃいけないんですよね。でなるべく坂道が少ないところを探したら田浦まで戻って、でそこから逗子へ抜ける道があんまり登らなくても良さそうなので、とりあえず戻ります。本当はこの16号のトンネル走りたくなかったんで戻るのは嫌だったんですけど、
まあ、坂とどっちがいいかと言われたら飛んでるかなという感じで戻ります。田浦まで。まずはちょっと田浦あたりで休憩したいですね。ここですね、この県道24号を左、ここですね、船子。ちょっとショートカットしちゃったから、船越町の交差点。逗子まで4キロ、鎌倉8キロ。ナビタイムだと70メーターぐらい登るみたいなんですよね。まあ、70メーターなら許容範囲じゃないですかね。大して走ってないし。坂の途中で逗子市に入ります。やっぱりちょっとこれぐらいの勾配でこんだけ重いっていうのはやっぱりちょっとカーム、ギア変えないとダメだな。ほんと重い、軽いギアが重い。またクラシカなトンネルが、トンネル抜けたところで峠越えたっぽいですね。でそこに見えてるのが横浜横須賀道路ですね。逗子インターが近くにあるはずです。でやっぱ太陽だいぶ霞んでますね。昨日もそんな感じだったもんな。やっぱ黄砂が少し影響してる感じしますね。あ、この道は逗陽新道に出る道なんですね。なるほど、今自分がどの辺にいるかがやっと分かった。葉山側から、葉山っていうか逗子側から横須賀に抜けることなんてないもんな。ほとんどこんな道通ったことない。今東逗子駅を通過したところで、まあもうちょっとで海に出るんですけど、なんかね、向かい風なんですよね。これ嫌な予感がしますね。もしかすると相模湾側はすっげえ風強いのかな。でも今もう夕凪の時間に入ってるはずなんですよね。西の強風だったら嫌だな。そう、さっきの最後の16号のあのトンネルなんですけど、ちょうど4時半から5時回ったところで帰宅の人たちが結構歩き始めてて、トンネルかなりの人が歩いてたんですね。なんでこちらももう本当に押し歩きしなきゃいけなくて、あの自転車通行可のところもで割と長いんですよ、あのトンネル、どこもかしこも。なので朝夕の通勤通学帰宅ラッシュの時はあの道は歩道を走るのは良くないですね。もう割り切って車道を走ってしまう。割とママチャリの人でも車道走ってる人は車道走ってましたね。向かい風吹いてますね、ずっと。やだな、なんでか知らないけどあれなんですよね、この134と裏側の道って繋がってないんですよね、なぜか。ウィンドサーフィンがかっ飛んでますね。風強いんだな。さあ今日は夕焼けは見えませんね。行けるところまで行きましょう。あ、ここはいつ走っても気持ちいいですね。今日はやっぱ月曜だからか車が少ないですね、夕方のこの時間で。もっとスカーンと晴れてればね、すごい綺麗な夕日だったんでしょうけど、ちょっと残念ですね。鎌倉市に入りました。やっぱり向かい風ですね。向かい風です。まあ、もうちょっとすると江ノ島なので、そうするとそこからちょい先で藤沢駅とかにも出れるから、東海道線の駅が近いんですよね。まあ状況見ながら決めます。いやでも小田原箱根も外人がすごいって観光客が言ってたけど、違う、外人の観光客がすごいってホテルとかの人が言ってたけど、湘南もすごいですね。さっきから散歩してる外人の人たちがたくさん。本当にもうコロナが明けた感じしかしないですね。でも相変わらずコンビニとか電車の中とかみんなマスクしてますよね。
さあ、江ノ島が見えてきました。まあ、ここはもう渋滞のポイントなんでしょうがないですね。ここから江ノ島までは必ず混むんで、でもこんだけ動いてれば全然夕方ではいいんじゃないですかね。右が鎌倉プリンスホテルですね。いや、6時20分でこの明るさですよ。日が伸びましたね。さあさあ、もうすぐで藤沢市です。いや、気持ちよかったですね。海沿いローディーに一回も煽られなかったし、っていうか走ってなかったですね。今6時半過ぎですね。ちょっと今休憩してました。で、あと、あ、今ここまでで62キロ走ってます。なんかお昼から走り始めて60キロぐらい走ってたらまあまあいいんじゃないですかね。で、ここから家までがよくロングライドの時に喋ってるように、江ノ島小田原間30キロなので、ここから小田原まで30キロぐらいあります。なんで家まで走ったら90キロぐらいですかね。もう6時過ぎたんで、そろそろ何かお腹に入れたいですよね。さっき横須賀の田浦でハンバーガーを食べたっきり何も食べてないんで。ただまあ、ロングライドあるあるなんですけど、あまりお腹は減ってないです。ちょっとなんか考えて食べます。食べて最後30キロ走った方がいいですね。このまま食べないで小田原まで行って、小田原で食べるっていうのはちょっとなしですね。多分途中でエネルギー切れるんで、なんか考えます。結局すき家食べました。なんかあんまりいい選択肢がなかったので。っていうか、びっくりなのが、なんかね、地元の人っぽい人たちみんな B さん履いてるんですけど、藤沢というか湘南は B さん履いてないとダメなのかな。いや、びっくり、まあ、そういう文化なんすかね。みんな B さん、5月下旬で B さん、強風注意報発令中って。そうなの、やだな。なんかね、あれなんですよ、あの逗子のあたりからね、お腹が痛くてでトイレ行って良くなったりするんだけど、また込み上げてきたりして、まあでもすき家で全部食べて、割と今はパワーみなぎってるんで、全然小田原まで走る元気は残ってるんですけどね。強風注意報か、間違いなく向かい風なんだろうな。今ね、ちょっと海から少し内陸に入ったところでご飯食べたので、そんなに吹いてないんですけど、でもうちょっとすると134号に合流するんですよね。そこでもしかしたら吹いていくんですかね。したらまあ、お腹の調子も悪いから、茅ヶ崎駅はちょっと134から離れてるから、平塚駅で DNF かな。この道はあれですね、あの駅伝の道です。国道1号から離れて134号へ出る時の、 あの辻堂のところの、なんつうんでしょう、バイパスルートみたいな感じですね。で、ここでしばらく134号海沿いを走って、平塚越えて金目川を渡ったところで、もう一回134から1号へのバイパスルートみたいなところを走って1号に復帰するというルートですね。いや、夜の134はやばいですね。高速道路状態ですね。確かに自分が走っててもそんな感じだもんな。これは1号の方走った方がいいですね。失敗したな。1号の方が平和だったかもしれない。まあ、歩道もずっとあるんですけど、歩道ちょっとね、砂だまりと凸凹が心配で車道の方を走っているのですが、歩道入っちゃおうかな。そして強風注意報発令中、大して吹いてないですけどね、今のところ。防砂林で守られてるのかな、それとも日中の話だったんですかね。よし、ちょっと歩道走ります。あまりにも怖すぎる。
やっぱり歩道ガタガタだな、このレンガが。まあいいや、とりあえずひとまずもうすぐで茅ヶ崎港ですね、多分。今茅ヶ崎の港のコンビニでまたちょっとトイレ休憩をしたんですけど、でしばらく走ってるんですが、やはりちょっとお腹が痛いので、ちょっとですね、平塚駅で DNF します、終了します。今日は電車に乗ってる時間と、まあ、乗り換えと輪行準備とかを考えると、あとまあ駅からの徒歩が走っても大して変わりはないんですが、まあ、それ元気な時の話で、ちょっとこのお腹を抱えてだと厳しそうなので、ちょっともう平塚から乗っちゃいます。平塚駅です。なんかお腹の調子が上がってきた気がするんだけど、これもう乗れるっていう安心感からかな。でもね、風がすごいんですよ、相模川渡ってから。なんでまあ切り上げて正解かなという気がします。ということで今日はこれで終了になります。ご視聴ありがとうございました。